警察から封筒が届いた話。今日も一日お疲れ様、夏尾です。一人暮らししてた時にポストを見る習慣っていうのがなくて、たまたま休みの日にポスト開けたら警察から私宛に封筒が届いたの。茶封筒だし詐欺かなって思ったんだけど、送付元が警察って書いてるし、開けたらある事件の犯人を探してます、唾液検査させてくれませんかみたいな内容が書かれてたんだよね。で翌日女性の警官が来てさ、唾液検査に協力したんだよね。いやー、急に警察から封筒が届くってびっくりするよね。なんでもある時期に他の区に引っ越した人に対して行っていたらしくて、もう数年も前なんだけど、なんか犯罪したかなって次の日まで震えてたもんね。普通に警察のさ封筒で送ってきてほしいわ。